今回はエラをなくして顎をシャープにする方法をお伝えしたいと思います。いつも動画を見ていただき本当にありがとうございます。炭酸整体のアンジです。今回も美容に関するアイデアとか健康に関するヒントをあなたにお届けしたいと思います。はい、今日もですね、顎をシャープにするっていうですね、そういうシリーズでやっていきたいと思うんですけども、これですね、結構僕も動画撮ってるんですけど、やる方法ってたくさんあるんですね。で、いつも僕伝えてるんですけども、やる方法なんていくらでもあるんですけども、それをですね、あなたに合うものをチョイスしていただけたらと思って、たくさん動画撮らせてもらってるんですけど、今日はですね、この咬筋っていう筋肉はもちろん使うんですが、今日はですね、この頭の後ろ、頭をほぐしながら、ほぐしてエラを小さくしてシャープにするっていう方法でですね、やっていきたいと思います。でですね、なぜ今日頭の、ここをほぐすかというとですね、この頭に、以前の動画にも言いましたけど、側頭筋という筋肉があって、ここが硬いとですね、やっぱ、たるんできたりとかすることがあるんですね。なので、ここの筋肉を柔らかくすることによって、こっちの咬筋っていうのを柔らかくして、顎をシャープにするっていう方法でですね、今日はですね、新たにお伝えしたいなと思っております。でですね、今からやっていくんですけども、まずですね、手をパーにしてください。手をパーにしてですね、頭を、ちょっとね、耳の後ろ、見えへんな。ここら辺の、耳の後ろに出っ張ってるとこあるんですけど、そこにですね、ここに当たるような感じでやってください。こういう感じで。で、これもですね、やり方があるんですけど、こう前に回すんじゃなくて、後ろに回すような感じ。後ろ回しにしてください。はい、こんな感じで。で、こういう感じですね、10回やってください。がっつり押さえて、こう10回。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。OK ですね、いいですね。10回をこれ、まあ3セットやりましょう。10回3セットやってくださいね。で、その次がですね、次この咬筋という筋肉を押さえて、これもですね、手のここで押さえて、いきますよ。で、これもですね、1、2、3、4、5、6、7、8、9、ずっと10回やってください。で、この時のポイントはですね、軽く押すんじゃなくて、結構咬筋という筋肉をこうやったら感覚、つまめますんで、そこで、あ、ここだなって分かったら、ここで当てて、ガシッと当てて、口がこう動くぐらいで結構ですね。こんな感じですね。こんな感じ。はい。こんな感じですね。やっていってください。で、これをですね、やることによって、この咬筋という筋肉が柔らかくなって、この流れっていうのをですね、作っていくこと、リンパの流れをですね、整えると、シャープになります。はい。で、もう一回いきますよ。もう一回おさらいで、はい。後ろ回し、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。はい、で次こっちですね。はい、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10と回しました。はい、でですね、あとは仕上げにこのスプレーを使うっていう形で今日はやりたいと思います。これはですね、使うことによって血液の流れやリンパの流れを改善していってくれますんで、今ここで筋肉がほぐれて、ガーッと血液の循環を良くしていくことによって、あとはですね、リンパ、いつものですね、このさするだけ、さすって、10回、8、9、10、2、3、4、5、6、7、8、9、10と、これをですね、3セットやってください。なので、これを10回やって、これを10回やって、これを10回を、これが1セットで3セット。をやってみてください。まあ、これでですね、効果出てくると思いますんで、顎がシャープになってきたらですね、きっとあなたもですね、今よりも見た目年齢が若返ったりとかですね、若返ったねって言われることによって、自分の気持ちも上がることによって、メンタルがすごい、こう、テンションが良くなってくるんで、あなたもどんどんこれで綺麗になって若返っていきますんで、ぜひですね、試してみてください。まあ、この動画良かったら、またこちらの方のね、チャンネル登録とかしてほしいと思います。で、このね、顎をシャープにする方法の関連動画でもこちらの方に貼っておきますので、よかったらそちらの方をですね、見てもらったらいいかなと思うんで、ぜひよろしくお願いします。ではまた次回お会いしましょう。さよなら。